はい、志賀町熊野交流センターから車で2分ほど離れた場所にやってきました、はい、山あいの集落です。この辺り田んぼが広がっていたり川が流れていたりとすごくのどかな地域です、うん、そうですね。この辺りの集落というのは建物の倒壊また全壊というのは確認されなかったんですけれども、建物瓦屋根が落ちたりとか窓ガラスが割れるというような被害が出たということです。そして指定の避難所には行かず自主避難という選択を選んだ方々がこちらにはいらっしゃいます、はい、うん、その場所というのがこちらです。このビニールハウスの中で生活を送っているということです。中には7人の方がいらっしゃるということなんですが、そのうちの1人の方がこのビニールハウスの所有者の方でして、その方のお家がこちら側なんですよね。このお家なんですけれども、この道路と挟んですぐ目の前という場所に今は生活を送っているということです。皆さんに許可をいただきましたので中へお邪魔したいと思います。こちらのビニールハウス、もともとは田んぼの苗でしたりブドウを育てるためのビニールハウスだったということです。ではお邪魔させていただきます。失礼します。お邪魔します。失礼いたします。こちら現在この辺りに住む地域の皆さん、現在は7人の方が生活を送っています。こちらのビニールハウスの所有者であり避難所として開放されました坂本さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この場所を避難所として開放したのはいつからなんでしょうか。地震が来た直後です。6時頃からです。6時頃ね。6時から、はい、どういった理由でこの場所を開放しようと、ね、ここになると二次災害ないから安全だからね、一応開放しました、うん、やはり安全だということなんですけれども、やっぱり入ってみてすごくあったかいんですよ ね。一応ね、畳を敷いて、ね、畳、マットを敷いて、こうやってご座敷でありますから、カーペットなども敷かれて、ね、しっかり寒さ、そして寝る時の柔らかさなどもね対策されているということなんですよね。はい、そうです。そして手元の温度計で今この室内なんですけど14度ほど気温がありますね。入ってみてすごくあったかいです。そして私の後ろ側には、ね、少し曇ってましたし、はい、ストーブが3台ありまして、うん、暖かさは十分確保されています。はい、そうです。そして暖かさで言いますとこちら寝袋も県外の方から支援いただいたということで、お母さんすみません、こちらの寝袋いかがでしょうか。寝心地いいですよ。寝心地いい、うん、やっぱり暖かいですかね。私も本当に初めてで、わからん、これ使ったらやみつきみたいになる。やっぱ暖かさ、快適さもありますね。こんだけだけなんて、そこ上げても何も寒ないもん。体の痛いところはないですか。体の痛いところなどはないでしょうか。今のところね。よかったです。ありがとうございます。そしてこのような寝袋の支援以外にも、食料の物資の支援というのもあちら側にはありまして、はい、カップ麺でしたり、春回廊なども支援していただいてって、今は物資の不足というのはないということなんですよね。 ありません、はい、今はないということなんですよね。そうです。そして食料の調理なんですけれども、うんうん、調理をされてるのはこの橋本さん。橋本さん、すみません、お話伺わせてください、はい、ご飯の調理というのは今までどのようにされてたんでしょうか。ね、3日ほどガスでうちで炊いて、うんうん、ここで炊いて持ってきて食べてるんです。ガスは元日から通ってはいたんですよね、ええ、そして娘さんからはこのような、うん、これ、うん、調理したものも届けられたりと、ええ、手作りのものはうまいですね。困ってはいないということなんですよね。食べることにはね、まあ不足していません、はい、今ガスが元日から通っていたということもあったんですけれども、電気が3日の夜7時ぐらいに通ったということで、それまでの間にはこのように太陽光パネルがつけられたライトを使ってしのいでいたということです。森谷さん、灯油といった燃料は大丈夫？
燃料というのは、灯油などの燃料というのは大丈夫なんでしょうか。大丈夫です。町からいただいています。やっぱりそういった物資も届いているということです。そして気になるのが今後の天気の悪化、雪なども予想されてますけれども、それは大丈夫です。ここにいれば二次災害がありません。雪などの重みでこのビニールそれももう大丈夫です。もし、お使い申し出すので、ここが暖かいからすぐ雪は落ちます。このストーブの暖かさで雪が溶けやすいんですね。そうです、ストーブ炊くから、3台炊くから暖かいです。確かに雪などの心配もないということで、それはありません。二次災害はありません。うちのおるから見ればいいです。あと今後どれくらいまでの間、ここに避難されるのかな。一応ね、水道が来るまで、ね、下水道と水道をつけるまで、一月と二月で大丈夫です。水道がやっぱり今は一番、お風呂も入れるし、山の出水でね、お風呂も入りますから大丈夫です。岡本さんのご自宅の裏にはね、湧き水があるということで、はい、すいません、話の途中、鹿町でも揺れが続いていて、今朝も7時過ぎに震度4あったと思うんですが、その揺れが続いている中でのビニールハウスの生活、不安もあると思うんですけれど、皆さんどのように過ごされているんですかね。まだ余震が続いているということで不安な生活続いてますけれども、皆さん大丈夫なんでしょうか。大丈夫です。それは大丈夫です。やっぱこの何か安心というのはどういったものが安心の、ここにおると二次災害は起きません、ね、うちの中おとそれが一番心配ね。もしも大きいの来たらね、潰れればね、二次災害起きて、それはありませんから、ここになると。あと私お話しさせていただいていて、すごく皆さん明るいなという印象があったんですけど、ね、みんな明るいです、やっぱり地域の人がほらみんな、まあ、普段 の生活しているから、みんな心を、まあ、通じているから、みんな明るいですよ、すごく会話も弾んでいたりとか、そうですね、笑顔も見られて、そうです、やっぱ地域の交流、そして助け合いというのが、すごくこういった震災を乗り切るのにも大事なんじゃないかなと思いましたね。森谷さん、ありがとうございました。